えこんにちは、即果塾のここです。今日花屋龍馬さんからね、課題をいただきました。それは、私なりのコミュニケーション術を教えてくれってことなんですよ。まあ、これは即果塾にいる方は皆さんご存知だと思うんですけども、私はですね、二つの考え方を持っています。一つはですね、まあ、圧倒的な自己否定です。人格否定じゃないですよ。自己否定です。この違いがわかるかどうかってことなんですよ。よくね、自己否定ばっかりしてたら面白くないんじゃないですかとかね、心がしょげてくるんじゃないですかって言いますけども、人格否定を自分に向けてしたことはないんですよ。 あくまでも自己否定なんですよ、ね、私のように自己否定っていうのはまだ打つ手があるんじゃないかなとかまだもうちょっとできるんじゃないかなっていうふうに常にね自分の可能性をこう信じてあげることなんですよ精一杯やったんだけどもいや精一杯やってないよもうちょっとなんか頑張れるんじゃないのもうちょっと工夫ができるんじゃないのっていうふうに常にね、えーまあ、やり続けた自分をちょこっとだけ否定してあげるってことなんですよね、まあ、そうすることによっておごる気持ちがなくなるっていうんですかね、えー、自分に慢心せずに済むかなというところです まあこれは取り物はさず、私はね、そういう考えを持ってないと、ものすごく図に乗る人間なんですよ。それこそね、もう自分を中心に世の中回ってるみたいなジャイアニズムが持た上げてくるんで、あえて自己否定っていうのね、自己否定論っていうのを自分に課していますね。まあこれをやってるのがヨザ翼ツバスさんで、ヨザ翼ツバスさんもね、圧倒的な自己否定をするんだと。学びっていうのは自己否定の中から生まれるんだって繰り返し言われてますんで、あ、じゃあ私もね、自己否定しっかりしていかないとなっていうふうに思うところなんですよ。もう一つの考え方は、 自己否定とは全く逆です。これはですね、他者肯定です。よくね、考え方がぶつかったときに、ある人とある人でビジネスプランがぶつかったときに、自分の主張を展開して、しまいにはね、論破して気持ちよくなっちゃう人いるんですよ。このね、論破っていうのは実はものすごい損なんですよ。自分の主張が正しいと信じて、相手を言いくるめてしまうね。これは単なる、口論に勝っただけであって、ことの本質は何も変わってないんですよ。だから、何か意見がぶつかったときは、まずね、他者肯定してあげるんですよ。 もしかしたら自分が間違っていて、この人が正しいかもしれないから、この人の言うことを聞いてみようかなと。この人の言う通りにまずやってみようかな。そして早く協力して早く行動すれば、早く結果が出ると。その結果、誰に対してもプラスだったら言うことないんですよね。言うことないじゃないですか。で、うまくいかなくなったらその時に初めて自分のプランを出してみると、相手の方もよく聞いてくれるんですよね。で、こういう形でね、自分が考えたこととか、自分の実績によって結果が導き出されるっていうのはどうでもいいことなんですよ。 結果が出れば自分の力だろうが誰かの力だろうがどっちでもいいよっていうのが私の他者肯定論なんですよね。まあ、ですんで自分が一番優れた考え方を彼に持っていたというふうに確信しても違う意見が出た時はまずそれを尊重してみようかなそれを採用してみようかなっていうふうな考えのもとにねやっていくとコミュニケーションが円滑になっていくんじゃないかなと思います。特に私はもうねいい年を取ってますんであの人頭が固くって俺たちの言うこと聞いてくれないよってなったら終わりなんですよ。 単なる年寄りの頑固者になっちゃいますんでえそれどういうことちょっともうちょっと詳しく教えてくれるそれすごくいいじゃない手伝えることないっていうふうに思われたらどうですこういうふうに言われたらいやそれはね俺も若い頃やったんだけどうんーちょっと難しいなうまくいかないかなやっぱりまだ経験が足りないよね君はって言われたいですかどっちでしょうかってことなんですよね俺がね20代の時こうやってうまくいったんだよだから君も20代なんでこれやったらどうって言われたらどうですかね まずね、なんだこのおっさんってなるでしょ。プラスね、私が20代の時にうまくいったことって、30年前のことですよ。20年前とか30年前。これだけ時代が動いて、いまだにね、20代の頃の学生の頃の実績をいまだにぶら下げてるってどうですかね。時間が止まってますよね。ザ・ワールドみたいな感じですよね。だからディオになっちゃダメなんですよ。まさにここはスタープラチナで、時を破っていかないといけない。それこそね、あのプッチンプみたいに年、時を加速させていかないといけないんですよね。 そう考えると、やっぱり考え方をどん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 進化させていって、今最先端の考え方もしっかりと計算に入れた上で、自分のついていける速度のまあ間を取るっていうんですかね。何でもかんでも最先端やってもいいってもんじゃないですから。最先端を使いこなしていなければ全く意味がない。害になりますから。そういう考えで私は自分の過去の功績はもう過ぎ去った時間のもので、ゴミためだって思うんですよ。 だから100成功していてもそれは過去の自分がそのタイミングだから成功したっていうふうにここも自己否定をちょっと持ちながらねじゃあ今クリーンな気持ちでこれから始めるとしたらどんな方法があるかなみんなに聞いてみようかな目の前の人はどうかなっていうふうに考えていくこれが好奇心なんですよ自分はこういうふうに考えてるけども違う意見が出たなんでそういう考え方になったのかなこれは面白そうだなって好奇心を持つことなんですよそののの好奇心のためにはです、ね、自分の 必死で考えた案が潰されようどうしようが、そんなもん二足三もなんですよ。こんなちんけなものは。だから自分の考え方をすぐにね、ダストボックスに入れて、人の考え方に同調できるかどうか、その考え方をさらにね、グレードアップするために自分が役に立てるかってことを常に考えていくことが、私のコミュニケーション術かなと思っております。まあ、少なくとも、そう思うこと、そう行動することで、今、今日、私はこういうふうにここにいるのかなと思いますので、まあこれもね、あんまり誇りすぎると、またあ、過去の実績に、 いいしれるこことになりまますすのでいつもこう思います過去の実績は過去の実績なんですよ。今日の実績ではないと。ましてや未来の実績ではないと。まるで、えー、今日、明日っていうのは真っ白で何にもない状態なんですよね。だから今までの過去のものを使って未来を構築しようなんていうのがなかなか思わないですね。ただしたまたま過去の行動量に支えられて、えー、もう一頑張りできることはありますんでね。そこはもうありがたく過去を使わせていただきますけども、基本的には 今日の勝負は今日決まると思ってますね。そして明日の勝負は明日決まると思ってます。ただ、だからといって今までやったことが全部無駄になるかって言ったらそうではないです。ずっと積み重ねていった過去っていうのは成功だろうが失敗だろうが材料として新しいチャレンジに使うためのね、えー、そういったヒントにしなければこれまたもったいない話になりますんで、えー、そういうふうに考えてますかねうん。まあ私のコミュニケーションっていうのは自己否定論と他者肯定論によってまあ 培われててるっととこだと思いますけどどもねどのよううにお感じでしょうかさあ花井馬さんね20代でモテる秘訣すごいですねまさにそういうことだと思いますあの年上の方にはちょっとしたね生意気さとかちょっとした噛みつきとかね基本的には従順なんだけどもでも侮れないぞって思わせないといけないんですよあこいつなんかすごくいいスパイス持ってるじゃんみたいなねピリッとするねこいつみたいなね気になるやつになることなんですよね花井馬さんすごいですね で、年下に対してはもう無限に譲ってあげることですよね。だから自分が幅を利かせないってことですかね、年下に対しては。で、これを短い言葉で言うと、下に弱くて上に強いって言うんですよ。だから下のものをまとめてあげてね、よーし、俺が泥かぶってやるから、上のものにちょっと文句言っていけてやろうから、前やろ、黙ってろみたいな、俺に任しとけみたいなね、兄貴肌を取らないといけないんですよ。でも多くの方、花枝うさんが言うように、 強い権力とか上のものにはね、ああ、どうもどうもどうも、下の,ものが全然言うこと聞かないんですよ、すんません、みたいな感じになるでしょ。で、しょうもないですね、こういうのようしょうもない、本当に。上に強くて、下に弱い。これがね、この任強道ですよ。これがやっぱり、男の子が持つ、ハートマインドですね。私はそういうふうに思ってますけどね。はい、ということなんで、花屋のーマさんにはね、今日も完全敗北しました。もう許してください。本当にありがとうございました。勉強になりました。ということで、失礼します。